南国市の海洋堂スペースファクトリー南国にやってきました。駐車場、広い駐車場が用意されてます。かっちょいい建物ですね。なんか男の子はワクワクするような感じです。男の子、あそこへ行ってみたいね。こっち側も公園みたいになってるね。え、めっちゃ広くない？おお、こっちにも駐車場あるし。なんだこれは、秘密基地じゃないか。これはまるでガンダムを模してるんですかね。これすごい建物だよ。海洋堂スペースファクトリー南国、入り口はあちらです。うわ、こんなんです。予備知識なしに来たんですよね私。こんにちは。1階2階の観覧は無料です。撮影は OK なんですかね。手を触れないでくださいと書いてあるだけですね。うわ、あ、そこに案内板、はい、現在がここですね。でずっと展示コーナー見学通路あって、で2階がものづくり展示館体験工房なんかがあるようです。で3階はレンタル工房とか、まあ、あのスタッフ用のスペースのようですね。まあ、実質的に1階だけということですね。あ、そうなんですね、はい、残念ながら内部の撮影、あ、展示フィギュアの撮影 OK です。工場内部の撮影は NG だそうですので、よかったわ。では入ってみます。はい、右側が工場なのでそっちは撮影しないように気をつけていきましょう。うわ、懐かしいわ。懐かしい、持ってたわ。あるわ、また家に。ああ、息子の。え、持ってるの？まだ。すごい物持ちがいいね。いや、私のじゃないよ、はい、息子のだよ。持ってたわ、セブン。怪獣ブースかも持ってたね。いやいや、マジンガー Z、 この方が神なんですね。工場はあの本当に工場って感じで、あのなんか見栄えがするという感じじゃないですね。本当に実用的というか、必要なものが必要な状態で置かれているという感じです。ゼロ線は赤く濡れ、大魔神、あったね大魔神。あ、これ持ってたわ、サンダーバード2号。ガチャガチャの中に、あ、そういうやつのもね、今ガチャガチャもブームだもんね。ジオラマがあります。ゴジラが踏みつぶしてるぜ。いや面白いわ、子供は喜びそうですね。あ、AR 現実を楽しんでいただけます。だってスマホアプリでいろんなものが見れるそうです。後でやってみよう。はい、撮影スポット行ってください。
かないのね。恥ずかしがりのおばあでした。これもフィギュアと呼ぶんでしょうか。等身大ですね。すごい、おばあのイメージ合わないから。ああ、そうなの。じゃあおじいさん、南国のこう、あの、はい、エメラルドビーチとかそんなことがおばあるでしょ。はい、じゃあおじいが行きますシュワッチシュワッチ。はい、こんな感じでした。まあ無料で見られるからいいね。あ、行ってますか。でも2階何もないんじゃないですかね。なんかあるんですか。ワークショップがあって、それに参加する人は関係あるんじゃないですかね。ここは撮影 OK なんですか。特に何も書いてないので撮影 OK なんですか。ただのスペースかと思ったらこんなになってるんですね。あ、柳瀬隆のパネル展示がある。あの NHK の朝ドラで登場しますので期待してますよ。トイレもめちゃ綺麗、最新型、素晴らしい。残念ながらこの場所には入れないようになっておりました。出入り口はあるんですが入れないようになっておりました。この2階でいろんなものジオラマを作成できるということで、これが体験の、はい、こうやって塗っていくんですね。これが塗る前ということで、はい、こんな感じすごいリアルにやっていくと。色の混ぜ合わせ、あ、色の混ぜ合わせ、おばあも勉強、はい、リカちゃんワールドを見てきました。おばあ大興奮仮面ライダーおじい大興奮、1号2号、こっちからだろ、こっち、こうじゃないの、うん、2号ね、一文字はやった、ね、あ、それは3号とかじゃなかったかな。もともとね、ポーズはなかった。組み合わせもあったよね。そうそうそう、1号はねポーズなかったんだよね。あのバイクのスピードが上がると台風に風が入って変身をするというシステムだったと記憶しておりますが、50年前の漫画があります、ね、はい、はい、おじいの記憶なので定かではありません。では3階に、これがあの外から見えたところですね、はい、外から見上げた部分です。これが、まあ、ここはもう立ち入り禁止になってるようですよ。じゃあ降りましょう。はい、こんな感じでした。夏休みぜひ皆さんいらしてみてください。